白い彼岸花を探す旅。福岡県築城郡築城町大字伝法寺1357番地曹洞宗のお寺で、その昔豊前宇都宮氏の祖である宇都宮信房が下野国から文殊菩薩を勧進して開山したのが成功寺の始まりと言われております。その本尊である文殊菩薩は檜材の寄せ木造りで、大しく力強い姿の獅子に座し、右手に知見、左手に教官をいただいた姿は見る者を圧倒します。毎年2月25日と26日の2日間、知恵の文殊大祭が執り行われ、年に一度のご開帳によりこの文殊菩薩像を拝観することができます。また9月には珍しい白い彼岸花が境内に咲き誇ることで知られており、白い彼岸花祭りは多くの観光客でにぎわいます。お知らせ。令和5年度の白い彼岸花祭りは鹿による食害のため中止が決定しました。アニメ鬼滅の刃では鬼舞辻無惨が配下の鬼に命じて青い彼岸花を探させていました。彼岸花は中国大陸原産の彼岸花属の多年草です。北海道や東北地方を除く日本全国で自生していて、9月中旬になると地中からつぼみを出し、直径10-15センチメートル程度の集合花を咲かせます。花が終わる頃になると葉が大きく伸び、そのまま冬を越します。春になると葉は枯れ、夏の休眠期に入る花です。また鱗形と呼ばれる球根の部分が特に強く毒の成分を含んでいます。毒は主にアルカロイドで他の植物の生育を阻害するため、雑草対策として田んぼのあぜ道に多く植えられたようです。同じ理由で彼岸花の球根、正確には彼岸花の部位すべてには毒があるため、田んぼを荒らすネズミやモグラ、虫などがその鱗形の毒を嫌って避けるようにするため、あぜ道に植えて田んぼを守ったのです。お寺以外にも彼岸花スポットがあるので地図を貼っておきます。お寺の隣に鎮座する岩富神社に行きます。円墳のような場所に神社があります。 Google Earth や国土地理院の地形図でチェックすると、やはり円墳の上に社があります。よく古墳と呼ばれますが、墓として利用したのは後のことで、何かの目印として作られ、その後有力者が墓に利用したと考えます。境内にはペトログリフのかけらがわずかに残っていました。日本全国には岩倉からなる神社と古墳を利用した神社があり、お寺のパターンもあります。またレイラインと呼ばれる世界中をつなぐラインが存在します。よく神社間でつながると言われますが、神社が創建されたのはたかだか1400年前のこと。旗氏が日本に渡来して稲荷神や八幡神社を作りました。旗氏もどこに神社を作るかと考え、古代信仰の場所を選ぶのは自然な流れでしょう。境内を歩いてみます。縄文時代は約1万6千年ほど続いた時代で、強大な力を持った支配者がいたと私は考えます。今から3万年前にアイラカルデラの大噴火があり、その後人類が定住したのではないか。しばらくは安定した自然条件で過ごしたが、今から7300年前に機械カルデラの大噴火で、人類は東北や北海道方面に逃げたり、大陸に逃げたのではないか。そして噴火が収まったところで戻ってきたと考える。少なくとも6000年前には人類の営みは九州地方でも始まったと考えます。 Google Earth で見ると岩富神社は円墳に築かれている。有名どころを挙げると宇佐神宮、宗像大社、
宮地岳神社など古墳に作られている。 GPS が使われ始めて30年、 Google Earth が無料配布になったのが2005年6月からだ。それまではせいぜい航空写真で見るくらいで、グローバルなつながりを見ることは困難だった。境内の隅に祠がポツンとありました。お寺の帰り道、豊前市立埋蔵文化財センターに寄ってみた。玄関に無造作に置かれたペトログリフがあり、展示物の中には縄文時代の土器があり、統治者の文様のような土器もある。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。